は八木岡さんが作っためちゃくちゃおしゃれな本です。20年前ぐらいに作ったやつらしいんですけど、めちゃくちゃおしゃれです。中身がダブが作られた時ぐらいのやつだと思います。結構自分が撮影する時とかもこれ見ることがめっちゃ多いかもしれないです。結構こう悩まないいいなと思ったらすぐ買うから、意外とすぐこう服がバン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 って溜まってちゃうんで、まあ、僕の好きなブランドってマルジェラだったりとかなんですけど、こうマルジェラがデザインしてた時のジャケットだったりとか、まあこういうカーディガンもそうなんですけど、だから10年前とか20年前とかの服をこう探して買ってるんで、結構ヴィンテージショップみたいなそういうところで買うかもしれないですね。逆にパンツとかは今のデザイナーから買うことが多いんですけど、なんかジャケットとかこういうのってなんか今って素材をそんなにふんだんに使えないらしいんですよ、10年前とかと比べて。でも10年前ってその素材とかそういうのになんか制限がなくこう作られてたから、めちゃめちゃこういいものが多いっていう。だから結構これ新品というか新しいのを買ってるんですけど、すごい前のですね。やってるから普通に勝手に売れました本当に勝手に売れた。なんていうんですかね、こうおしゃれかおしゃれじゃないかってこう難しいですよね。選んだものがいいものなのかどうなのかっていうのは結構そのスタッフが新しい服着てきた時になんか聞きますね。でそれ悪い意味ではなくて、なんでそれを選んだのかっていうとか、なんでなんかそのサイズ感を買ったのかとか。でもみんなもやっぱその前のお店のスタッフの感度高い人たちってやっぱみんなおしゃれだったから、なんか自然といいものを見たから、なんとなくこう選ぶものも変わってきてる状態でなんか色着てるんで、その感性ってものすごく大事だし、選ぶってすごいこう価値だと思うんですよね。こういろんなものを見比べて自分がそれを買うっていう、その理由とかそういうのはなんか考えるようになんかこう僕からも伝えたりとか、お金も正直アシスタントの時ってもらえないじゃないですか。やっぱりこうおしゃれしたいっていう思いは絶対あると思うんで、みんなその中でやっぱいいものをこう選んでほしいし、5万円とか6万円もしたのになんかみんながディスられてたらちょっとかわいそうじゃないですか。だからそういうのもでも選んでるわけで、何を選べばいいのかっていうよりかは、なんでこれがおしゃれに見えるのかとか、なんでこれが他の人からもいいねとかそういうふうに言ってもらえるのかとか、そういうのをなんか考えさせないと、なんかいくらでも言えるじゃないですか。なんか俺は俺だからとかそういう話じゃないっていう、ちゃんといいものはいいものでやっぱ評価されてるものはもう世の中に存在してるから、なんかそこに俺は俺だからっていうのとか、うちのスタッフとかには選ぶとか、なんかそう、なんか自分も髪を切るときに何を切るとか、なんで切ったのっていう、そういうなんか習慣ってあると思うんですよね。なんとなくこう前髪切って、じゃどこで切ったの、なんでそこで切ったの、なんでその薄さなのって、すごい細かいんですけど、でもそこまで考えて自分がこれを切るって
選ぶからこうそれにこう価値があるなって思うんで、スタッフたちにはなんとなく何かをするとか、なんとなくこう時間を消費したりとかお金を消費するっていうのはやめるようにしてますね。もちろんなんか個人のなんか個性みたいなのすごくなんか大事だし、まあ、必ずなんかみんな魅力的な人だからその辺はまあ僕も後輩とかそういうの関係なくやっぱリスペクトしてる部分もありますけど、でもなんかこうお店の集団のなんか価値みたいなのとかそういうのはなんかやっぱりちゃんと高いこう基準で保てないとなんか何もかもが何でも良くなるみたいなっていうのってこう微妙だなと思って、お気を物語なんで。そのお客さんからしたらこの部屋はやりすぎかなとかそういうのってこうあるじゃないですか。で似合うか似合わないとかではなくて、なんかもうイケてるデザインを僕がなんか切りたいと思った時に、でもお客さんその今のファッションだったりとかメイクだとまあフィットしないっていう、そういうのもすごい大事だなってなんか思うんですよね。なんか似合わせだったりとかその雰囲気にこう合うものをこう提供するのもすごい大事だと思うんですけど、それだと今の現状で、まあ、成立してるみたいな、部屋を後からそのいい部屋をその今の全体感に合わせていったみたいな感じじゃないですか。でもなんかちょっとこう自分が攻めたデザインだったりとか、例えばこの子にはちょっとなんかミスマッチだけどすごいイケてる部屋にした時に、その子自身の例えば前髪を切ったことによって例えばメイクが変わるとか、なんか着る服が変わるとか、なんかそういうのもすごい大事だなってこう思うんですよね。こう似合わせるだけではなくて、ちょっとこう特に美容学生とかはちょっと強いデザイン切って、それにこう服とかを逆に髪の毛に合わせてってくれるぐらいの強さみたいなのはすごい、まあ、大事だなって自分も思うから、なんかその辺は自分がセレクトする時もやっぱ人の、まあ、職業とかあんま聞かないですけど、その雰囲気とかあるじゃないですか。だからそういうのも見て、例えば何色にしたいって言ってそれにハイクオリティで答えるっていうのもなんかもちろん大事だし、でもそれってもう当たり前にできなきゃいけないことで、それプラス自分のところに来てくれたら何するかってなった時に、こう自分にどれだけ選択肢があって幅があってっていうのはすごい大事にしてるんで、ヘアスタイル選ぶ時もちょっとはこう飛び越すような、なんか似合わせよりもちょっとこう行き過ぎたかなって思われてもいいから、でも行き過ぎたなって思われてもなんか記憶には残ると思うんですよね、あの人にやられたっていう、なんかそういうのもこうなんか大事にしてるんで、ちょっとこう飛び越えた部屋みたいなのはなんか提案するかもしれないですね、お客さんに対して。カットがうまいとか、体がめちゃ綺麗にできるとか、なんかそれってすごい大前提で、当たり前やっぱあるっすよね。インスタ見てても有名店とかそういうので分けたくはないですけど、やっぱ何十年もやっててっていうところで学ぶっていうのって、なんかそれなりに自分もすごい見てこれたし、やっぱそういう人たちから学ぶものってこうすごい多かったなって思うんで、そういう人たちの下の子たちってやっぱうまいもん切ってたりするんですよね。やっぱ見てるんだなってこう
感じる部分もすごいあって、インスタとか見てて評価されるじゃないですけど、なんかそういう方がなんか面白い気がします。なんかなんで選んだのって、もう完全にこっち側のなんか感性だったりとか、なんかそういう話じゃないですか。今やっぱ僕も仕事しててもうカラーの話しかできないみたいな、例えばそこに自分で選んだこだわりがある人たちがめちゃめちゃいたとしたら、絶対それじゃ終わんないと思うんですよね、話。なんでこれ選んだのとか、なんでそこで切ったのとか、そういうなんかすごい深いところまであんまり話せる場がないかなって思います。いまだにめっちゃ忙しいですけど、自分が切ってる時にこれで大丈夫かなとか思いますし、その人にとっては関係ないですけど、やっぱちょっとこうパン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 行かなきゃいけない時もあったりしてなっちゃうんで、自分の中でこう練習したりとかそういうので消化して、なんかなるべく答えられるようにとか。いつも大敵さんに真っ白にしていただいてるんで本当ありがたいです。いつもお世話になっております。色が本当にうまいんで、もうこんな白にできるのとか多分大敵さんしかいないんじゃないかなっていうあれなんで、もう他の人とかも絶対にいけないありがたい時間ですね。になんかこう 何やってもいいですよっていうパターンの人も結構多いんですよね。もう任せますみたいな、何やってもいいですって。でもその時になんか瞬発的にもう何やってもいいんだったらこれやろうみたいな、今の自分の流行りみたいなのは常に持ってますね。こっからちょっと変えるパターンと、めちゃめちゃバッサリ切ってもいいパターンでも、あんまり切りたくないけどちょっとデザインしてほしいっていう、その3種類ぐらいだと思うんですよ大体お客さんで。なので自分の中でちょっと変えるパターンと、もう何やってもいいパターンと、例えば顔周りだけ切ってほしいとか、そういうなんか3パターンぐらいはこう自分の中で持って、話してる時にそのパターンは考えてますね。お客さんと話してる時に前髪切るならこの長さだなとかで、この辺切っていいって言うんだったら、まあこの長さだなとか、それに対して例えば自分が質感をどうしていくかとかってなってきた時に、なんかお客さんが例えばたまにありません、電車とかそのお店とかでもいいんですけど、なんかお服屋さんとか行った時に、なんか畳んでるこうやって、こうなんかこうやってるとこのこの辺いけてるなみたいな、パソコンすごいやる人だったらなんかまあ前髪の長さとこの辺の軽さと、あとなんかこの辺の髪がどのぐらいになんか落ちてるとこういい感じに見えるのかなとか、なんかそういうのはその時に初めて聞くかもしれないです。仕事上結ぶことが多いのかとか、なんかデスクワークしてることが多いのかとかってなってきた時に、それで初めて自分がこのぐらい軽くしようとか逆に重く切ろうとか、そういうのを決めてるかもしれないですね。だから意外とこうイケてる瞬間ってあるんですよ。分かりやすいものじゃなくて、分かりやすくこうバーってこう書き上げた時のイケてるとかじゃなくて、フッとした時に、なんかスタッフとかもあるんですけど、なんか伸びかけの中途半端なボブのスタッフがいたとしても、なんかちょっと結んだ時にとか下向いた時にとか、なんでもない時に可愛かったりするんですよね。時にやっぱ自分もなんで可愛く見えたのかなみたいな、耳かけてるからかなとか、耳かけるならこのぐらいのモデルにしようかなとか、そういうなんか自分の中でこう一番最新のストックみたいなのを提案してるかもしれないです。人の髪の毛ばっか見てるから街歩いてても、その瞬間の可愛いっていうのの最新のやつを提案してたりします。自分の中でやってみたいっていうのもありますし、なんか自分のやってみたいとかそういうエネルギーも物を作るときにいいものになる気がするんですよね。やってみたいし、でもいいイメージになるっていうのはもう湧いてるから、自分の中では納得できるものを提供できるから、まあそれがこうどうそのお客さんのなんかライフスタイルにフィットするかっていうところの、あとは毛量調節と、あとはちょっと長さと、人の顔があるんでなんかあるじゃないですか、コンプレックスとかも、その辺だけですね。だから大まかにこういうデザインをやりたいっていうのは結構あるかもしれないですね。
ですね。